ポッケルス効果とは1893年、ドイツの物理学者であるフリードリッヒ・ポッケルスが発見した一次の電気光学効果のこと、二次の非線形光学効果のうちの一つ。ポッケルス効果は、有電体の東方性結晶において、電状をかけると複屈折性を示す現象である。その時、電状の強さに比例して、屈折率が変化するのがポッケルス効果である。 これに対し、電気光学化効果は事情に比例するものを指す。ポッケルス効果は、カー効果と異なり、圧電性のある電対称でない結晶に電圧を交差させなければ起きない現象である。また、ポッケルス効果は高強度の位置に比例して、屈折率が変化するが、カー効果は高強度の事情に比例して、屈折率が変化する。ポッケルス効果を起こすものは、 圧電性のある東方性結晶である。しかし、透明でなければ、ポッケルス効果を見ることができないので、圧電性の結晶の中でも特に ADP や KDP などが、ポッケルス効果を起こす素子として利用されている。外部からの電場の因果で物質の屈折率を制御できるため、ポッケルス効果は高速光シャッターとして利用されている。例えば、副屈折性を持つ KDP の場合、 結晶2に 2KVCM-1 の電情を加えると結晶に入社した直線変更は楕円変更に変換され結晶を出た光の一部は後方の変更子を透過する成分を持つ。ありがとうございます。